緊急告知 FM ラジオは超短波放送、ケーブルテレビの放送を使って伝送された制御信号を FM ラジオ受信機が感知し、待機状態にある受信機を自動起動させることにより、緊急情報を伝達するシステム、またはその受信機。多くの自治体で市町村防災行政無線の代替内視保管として導入されている。本校では、 同様の目的で、自然音を利用した、軌道信号を用いる、コンホス方式についても述べる。緊急告知 FM ラジオ受信機、DPR-3 地域 FM 局、緊急放送ラジオ、安心ラジオ聞く、増空1号 9-31KG ケーブルテレビで、用いられていた緊急告知 FM ラジオ受信機、KCT-02SCO 放送局は、 緊急告知放送の前に、自動起動用の DTMF、コンフォスユースなどの制御信号を送信し、受信機はこれを感知して待ち受け状態の受信機が、自動起動させ、緊急情報が覚醒する。緊急告知放送の終了時には、停止用の制御信号が送信され、これを感知した、受信機は待ち受け状態に戻る。平成十三年三月末現在、 全国25を超える市町村で9万台以上が普及している。ケーブルテレビにおいては、コミュニティ放送の再送信によって実現するものの、他に、自主放送として行っているものがある。類似のシステムに緊急警報放送があるが、次の点で異なる。法令グルーピング受信機の入手性周波数、緊急告知 FM ラジオシステムは、 市町村防災行政無線が聞こえづらい屋内、耳が遠い高齢者などへの情報伝達のために、市町村防災行政無線を保管することが目的である。しかし市町村合併やアナログ式の市町村防災行政無線、有線電話放送の廃止を機に、市町村防災行政無線の代替として使用する例もある。また緊急告知 FM ラジオシステムと並行して、 市町村防災行政無線、地域コミュニティ用無線局の個別受信機を反布している自治体もある。配列は放送の種類別、総務省総合通信局の組織順、都道府県高度順とし、同一都道府県内の事業者は、北から南、東から西の順とした。また、括弧内の市町村名は、 放送事業者の所在地に限らず、緊急告知 FM ラジオの情報を提供したり、受信機を配布したりしているものを併記する。東北新越総務省の調査では2016年11月時点で、26社が緊急告知 FM ラジオシステムを運用している。北海道東北関東新越北陸東海近畿、中国四国九州コミュニティ放送局を一時休止して、 解説された、臨時災害放送局は省略。東北関東新越北陸東海中国九州、コンホス方式とは、緊急国知 FM ラジオと同様の目的で、指導用に、DTMF 信号でなく、自然を利用することにより、起動時間の短縮を図った方式。FM なが、他の関連会社である脇屋義県が開発し、FM なが、 岡が緊急警報放送及び緊急、告知 FM ラジオと共に運用。同局エリア内のお千谷市が、各世帯に対応受信機を配布している。また、豊橋市においても、2012年9月から FM、豊橋を受信できるコンフォース方式受信機、豊橋防災ラジオの販売が始まり、9月30日には、実際に運用された。なお、コンフォスは、 日本キャステムの登録商標である。緊急告知用ラジオ、登録実用新案広報、日本国特許庁、2006年1月26日。災害時は、コミュニティメディアの出番。FM 倉敷。2012年8月6日閲覧。ただしグルーピング機能は、オプション機能。また受信機の実装により、なり分けに対応していない場合もある。 高山防災ラジオのご案内。日田鉱山、テレ FM。2013年5月26日閲覧。北海道は加内市、新潟県長岡市、愛媛県宇和島市、FM が嫌など。例えば、岡谷市三島市、蒲郡市。産業新聞2006年5月25日付、読売新聞2006年6月4日付。 山陽新聞2006年8月30日付、http コロンスラッシュスラッシュ www.fm-akita.co.jp スラッシュアージェント fm、命を守る、ラジオ、緊急告知, <rim> 知、fm ラジオ、から fm 秋田公式、司法新潟。新潟市。2013年4月11日閲覧。 新潟市との災害時における放送要請に関する協定について、FM ラジオに言い方、2013年4月11日閲覧、総務省情報流通行政局衛生、地域放送課、コミュニティ放送等を活用した、自動起動ラジオ地域事例集の公表。総務省総務省、2017年7月7日、別紙にコミュニティ放送等を活用した、 自動起動ラジオ地域事例集4ページ。広報金ヶ崎。金ヶ崎町。2013年4月11日閲覧。緊急告知 FM ラジオの運用を開始。群馬県昭和村。2012年10月12日閲覧。緊急告知 FM ラジオ起動試験放送。FM ニーツ。2012年10月12日閲覧。 東日本大震災に再始解説された臨時災害放送局の解説状況。総務省。2013年9月17日閲覧。大船渡災害 FM。大船渡市。2013年4月11日閲覧。東日本大震災に再始解説された臨時災害放送局の解説状況。総務省。 2013年4月11日閲覧。防災ラジオ専業メーカー交換度を実現した MFX3 シリーズ電波タイムズ2020年3月11日4面。地域における災害情報伝達を支援プッシュ型自動、機動対応ラジオを開発電波タイムズ2020年3月11日4面。CATV 網を活用し、 緊急情報をラジオに配信テレビプッシュ機能や、普及系を、ラインアップ、電波タイムズ、2020年3月11日、ごめん。独自の特許技術で、雷発生時も、誤作動せず安全設計の防災ハイブリッドラジオ、電波タイムズ、2020年3月11日、ごめん。平成22年度長岡市フロンティアチャレンジ補助金、事業事例集。 長岡市商工部工業振興課。P7。2012年8月6日閲覧。司法王者。平成24年5月25日号お知らせ番。小千谷市役所。P2。2012年8月6日閲覧。読売新聞2012年10月25日付。ありがとうございます。